おじい様のご様子はどうだ。一心様は命を保っておられるのが不思議なほどです。そうか。巫女よ、もう一度言う。不死の契りを俺と結べ。できませぬ、源一郎殿。たとえひとたび敗れるとも、命を賭し、主を必ず取り戻す。それが我が忍びなれば。お迎えに参上いたしました。今しばらくお待ちくだされ。なるほどな。貴様を殺しきらぬ限り留飲を我が手にはできぬよ。
見事だ、巫女の忍びよ。惜しいな。主を変えるつもりはないか。ザレ言を。ザレ言だと。このアシナを守るためならば、どのような異端の力であれ従えてみせる。巴の神なり見せてやろう。
あなたが勝ったのですね。お主、争うつもりはありません、巫女の忍びを。源一郎殿、もしや落ち水を。アシナは、この国は俺の全てだ。そのためなら俺は人間をやめよう。死人帰りか。ようやく主の命を果たすことができました。礼を言います。お主は一体誰に仕えている？アシナ一心私は一心様に仕えるクスシです。何故助けを命じられたのだ？一心様は竜院の力を望んではおられません。故に九郎様をアシナより逃がそうとした。はい。井戸底への踏み、あれもお主か？その通りです。ただ私の任はこれまで。あなたにはまず会うべきお方がいるはずです。九郎様は開花に。あなたには、九郎様。会に参上いたしました、我が主。うむ、よく来てくれた。参りましょう。アシナを脱さねばなりませぬ。狼よ、我が血は、竜院は人を死なぬようにする。そなたもそうだな。はい。私はそなたを救いたかった。時を戻せたとてきっと同じことをするだろう。だがな、死なぬというのは淀みを生む。不死の契りも落ち水も
流骸も皆そうだ。人の、人としての生き方を歪めてしまう。私は、流因の不死が生む、淀みの連鎖を断ち切りたい。狼よ、それを手伝ってはくれぬか。父よ、鉄の掟を破ることなどできぬ。できませぬ。巫女様をお守りすること、それが我が父より課せられし掟なれば。そなたは私を救うため幾度死に、そして蘇ってくれた。二度か、三度か、あるいは数えきれぬほどなのか。巫女様をお守りするためならば幾度でも。そなたを不死の永劫の任に縛りたくはないのだ。狼よ、共に不死立ちをなしてくれ。ギョイ。ありがとう、狼よ。不死立ちについてだが、根拠のない話ではないのだ。狼よ、これを。このアシナの城に残されていた古い記録だ。宣教の神なる竜の涙。ああ、その竜の涙というものがあれば、おそらく我が竜院を立つことができる。しかし、宣教とは一体。うん。狼よ、そこにある香炉を見てくれ。とあるお方がお持ちだったものだ。この香炉は、かつてこのアシナの城には私とは別の流院の巫女が暮らされていたと聞く。巫女の名はタケル様。この香炉はその方にゆかりのものだ。そのお方は今は亡くなられて久しいようだ。源の光輝まといて戦況へ帰る、そう言い残されたとか。つまり源の光輝、それが戦況に行き着く鍵ということ。おそらくは。狼よ、まずはそれを解き明かそう。して、いかにして調べるか。この城には、タケル様が残された書物がある。戦況に帰る術を求め、集められたものだろう。私は、そちらを探ってみよう。戦況への生き方のみでなく、不死立ち、それ自体についても探っては。おお、ならば、一心様だな。あのお方ならば、何かご存知やもしれぬ。狼、こちらじゃ。一心様はこの天守の外、離れの櫓で静養されておいでだ。ただその離れは閉ざされている。少しお加減がな。入る術は、屋根上に夜鷹の衆が通う道がある。忍びが使う道だが、そなたならばたどれるのではないか。夜鷹の衆は目印に呪しを使うとか。ああ、夜鷹の呪しをたどれば一心様の離れまで行けるだろう。こちらの開き窓から屋根上に出られるぞ。
分かってしまったのだろう、源一郎殿。一心様にお会いして節立ちの手がかりを聞いてきてほしい。この天守の外、離れの櫓で静養されておいでだ。開き窓から屋根上に出て夜鷹の狼煙をたどれば行けるだろう。頼んだぞ。巫女様の命にて。おう、伺いたいことが。その前に先じゃ。はあ、褒美に取っておけ。落ち水に見入られた我が孫源一郎、よくあれを止めてくれた。礼を言うぞ。我が父の掟に従ったまで。忍びの掟か。なるほど。お主、フクロウのせがれか。あの国取り戦で拾われたわらしよな。はっ。めぐってここに至るか。人の絵にしとはつくづく面白い。そうは思わぬか、のう、赤色よ。あなたは。して、そのお主が何を知りたい。巫女様の目指す節立ち、その鍵となるものを。不思議り。不思議りならば、あるいは鍵となるやもしれぬ。不思議り。尋常な術では死なぬ者すら殺す。それゆえにな。死なぬ者とは。虫付きとか言ったかの。わしも見たことはないが。真の像を貫こうが、首を落とそうが死なぬというぞ。まことであれば恐るべきことよな。そういった化け物すら殺す。それが不思議りよ。不思議りならば、九郎が目指す節立ちの鍵となるやもしれぬ。尋常な術では死なぬ者すら殺す刀ゆえな。不思議りはいずこに。千宝寺にあると聞く。ただ不思議りは抜けぬというぞ。抜けぬとは。ただそう伝わっておるのよ。だが今やあの寺は門を閉ざしておる。生草どもめ、お山にこもり何をしておるかは知らぬが、まともな道などつながっておらぬのよ。行くか、赤炉。節立ち、それもまた戦よ。
そして戦では関わる者の願いやら企てやらが渦を巻きおる。迷えばその渦に飲まれ戦に敗れる。そうじゃ、肝に銘じておくがいい。赤炉よ、迷えば敗れるぞ。赤炉よ、不死立ちのため何が知りたい？これを。お主、わしのやった酒をわしに飲めというのか？気に入った、もらおう。やはりこれじゃ。時にお主、源一郎はどうじゃった？どうとは？刃を交えたのじゃろう。ただ強かった。そして異様な技を。ほう。巴の雷とは一体？それはのう、源一郎の死の技じゃ。なかなかに面白かったであろう。死とは？巴、あれほどの使い手はそうはおらぬ。まるで舞のようにあの女は戦う。あやつの瞳を覗いておると、皆そこに引き込まれるような心地がしたものよ。見惚れて切られそうになるなど、この一心長く生きたが、あのひとたびのみじゃ。行くか、赤炉。ではな。一心様とも会われたようですね。礼を言われた。源一郎殿を斬ったことへ。そうですか。源一郎殿、まさか落ちの檻を飲まれているとは。それは何だ？落ち水の中でも特に濃いものをそう呼びます。あなたもご覧になったでしょう。落ちの檻を口にした者は当然に死んでいるはずの斬撃に耐えるほど強靭な肉体に変貌する。あれはもともとは我が師道元が調べていたもの。調べた書も薬も焼いて捨てたと聞いていましたが、私の兄弟子たちの誰かが持ち出していたようですね。大方道順あたりか。九郎様のお考えについては？聞いた。して共に不死立ちを果たそうと思う。そうですか。
今までの助け、かたじけない。まるで今生の別れのよう。私は主の命も果たしましたので、この城に残ります。いつでもお声掛けください。クスシとして助けとなりましょう。狼殿、ほんの少し眉間のシワが薄うなったように思います。九郎様の不死立ち、どうか叶えて差し上げてください。ではまた。埃がひどいな。戻りましてございます。おお、戻ったか狼。一心様とは会えたか。はい、不思議ならば鍵になりうるやもしれぬ、そう仰せでした。不思議り、先方寺にある死なぬ者を斬る刀とか。なるほど、確かに流因の不死を断つことへも関係しておるやもしれぬな。御意。私の方は源の後期の手がかりとなりそうな書物を漁っておいたぞ。どうやらタケル様が戦況に帰るため調べられていたものだ。見つけた手がかりについて話そう。手がかりとは？花だな。花とは？まずはこれを。タケル様が残されたものだ。戦況に帰るため源の後期について調べていたのだろう。この芦名を貫く源より流れいずる水、その水が濃く溜まった場所で咲く白い花について書かれている。どうやらそれが源の香の一つであるようだ。源の水が濃く溜まった場所、深い渓谷などでしょうか。なるほど、ならば落ち谷かもしれぬ。あの谷には源の水も流れ込んでおるはず。その落ち谷はいずこに？城の裏手の林を抜けた先にあるぞ。林の奥にある白蛇のお社、言葉の通りそこから落ちたところに落ち谷はある。まともな道はつながっておらぬが、そなたならば行けるであろう。巫女様、こちら。これは源の香を求めた者が記した書物か。はい。香気を放つ石が祀られた村だが、そのような村聞いたことがないな。アシナの底とあります。そういえば月見楼の傍らのお主が落とされていたあの井戸底の先に、そこの知れぬ深い穴があると聞いたことがある。あるいはそこと関係があるのやもしれぬ。探ってみましょう。ああ、だが
身を投げるとは一体。わかりません。確かによくわからぬ。思い当たる場所がないか探ってくれるか。は。巫女様、こちらを。これはもしや桜しずくか。それは流因の不死の契約がならざるとき、引き換えに残るものという。タケル様が残されたものでしょうか。であろうな。狼よ、もし望むのならば、この桜しずくもまたそなたの力としよう。ありがたく。わかった。目を閉じてくれ。は。タケル様の留飲もまたそなたと共に生きるのだ。頂戴いたします。もう目を開けてよいぞ。は。それはタケル様にいただいたもの、大事にしてくれ。ぎょい。ああ、そうだ。そなた、香炉の残り香は嗅いでみたか。はい。何やら木くずのようなものが残っていました。そしてかすかに桜のような香りが。おお、そなたもそう思ったか。ただあの香り、桜のようでいて少し違う。どうした狼。あの香り、どこか懐かしい。嗅いだことがあるのか。おそらくですが、思い出せません。そういえばエマ殿が昔、城の裏手に桜の木があったと言っていた。それが関係あるやもしれぬな。尋ねたいことがある。はい、何でしょう。城の裏手の桜についてだ。常桜のことですね。タケル様が故郷より持ってこられた桜です。つまり戦況の桜か。はい。あれは不思議な桜で、春に限らず常しえに咲いておりました。ですが常桜の木も花ももうありません。枯れてしまったのです。何故枯れた。枝を倒り花を持ち去った者がいます。花をなくした常桜はやがて枯れ果てました。常桜の木そのものが失われてしまったのです。狼殿、ほんの少し眉間の苦労様の節では